はい、企業内人材育成推進助成金のですね、個別企業助成コースの中の、教育訓練、職業能力評価制度ですね、それぞれの、教育訓練、職業能力評価ということについて、基本要件が定められているんですけれども、職業能力評価に関する基本要件といいますのは、3つ挙げられていまして、1つ目が自社の仕事の実施に必要な職業能力を体系的に整理することということですね。で、2つ目が従業員が保有する、その職業能力の評価を、計画的に実施することということが2つ目です。3つ目が従業員の職業能力の評価をジョブカード様式4、評価シートを活用して実施することという、この3つのね、基本要件が定められています。